私が菅野智でございます。6月の12日水曜日、朝刊チェックの時間がやってまいりました。本日も朝刊前週をだっと15分で斜め読みするというわけに今日はちょっと行かないんですよ。カメラが壊れましてね、電池がほら、ポコーン膨らんで、カメラが壊れまして、モニターが壊れまして、あらゆる機材が壊れました。生き残ったのは、 えー、パソコン本体 CPUMac の MacBookAir と,、えー、と新聞を映してるああの iPhone だけですで大きく機材構成が今朝4時半からあのずっと機材の構成をやり直しててようやく放送に手持ちの機材でこぎつけたという状態で新聞がほとんど読めてません何せワンオペでやってますんでねこんな日もあります、うん、なんせこの状態でさ朝起きたら びっくりしたよう、まあ、火事にならんかったなというところなんですけれども。えー、ということで、えー、今日は致し方ございません。まあやるにはやるんですけれども今日はあの内容が薄くなるということ。僕は毎朝大体新聞を全紙読むときにね1回目こう流し読みするんですわーっと全部。で1回目流しし読みして、まあ、その時には 1>, えー、1枚につき一紙につき一紙につき5分もかけてないと思う5分もか,5分かかってたらええな五分もかけずにパーッと見ていくんですで頭の中にその紙面構成を叩き込んでで1回コーヒー飲んで頭を落ち着かせてから、えー、ゆっくり隠しを読むってことをやるんですだい体いその3作業でトータルで1時間半ぐらいかかるんですよ えー、今日はで,でもその機材の組み直しがあったので一人で機材の組み直ししあこれやったらあかんとかこれやったらこうやとかっていうのを試してやってたんで、えー、その最初のこさっと流し読みしかできてないんですねなので、えーまあ、YouTube 最近新聞を読む動画増えてます、えー、大体みんな「新聞読む読む」言うて単にあの目立ったニュース早口で読んでるだけです、えー、と今日はえと残念ながらそういう程度の低い、えー ボンピャクの動画と足を並べることになろうと思いますが、えー、一つご了承を初版の事情を鑑みていただきたいと思います、えー、なので今日は内容が薄いです内容がないよう、はい、えー、ということでございまして頑張っていかなあかんなあ言うてるところでございます えー、頑張っていかなあ今何も言うてないから内容がないようなんだそんなこと俺が言うわけないじゃないですか。 とといううことでで日、えー、日経経新新聞聞からいきましょう日経新聞です一面トップ、太陽光パネル利用債義務というのはこれ大きなニュースだと思います、えー、東日本大震災の後、まあとええか悪いか別として全国に太陽光パネルが出ましてそれの太陽年数が、えー、2030年代に迎える太陽光パネル採用太陽年数が切れる2030年に太陽年数が切れる太陽光パネルが大量発生すると。 でそれの再利用再利用義務の法律を作ろうという動きがあるということです、これはまあ、えー、えー、ことやと思います、公正な社内ですな。はいでそれと G7 が昨日から会合を持ってて、ウクライナ支援で金がないから言うて、ロシアの凍結資産で基金を作って、そのファンドを回してウクライナを支援していくやないかって話がまとまりつつあるそうです、これも前も同じニュースの時に僕、言いましたけど、これでええんかなと思いますね。 はい、えー、といととうことですそして何よりも今日大きな話は日経新聞の中に載ってなかった、まあ、でもちょっと大きな話はほんま昨日の安保理決議の話なんですけども、えー、のパレスチナの停戦のね、日経新聞、それはあんまり取り上げてなかったんですがまあ日経新聞の国際面、言っておきましょう、うんまあ、ええか、えー、とこれ、まあ、ロシアが西アフリカで勢力を伸ばしてるって話です、前も取り上げた。な、えー、なんでええかな、はいかは、えー と一面で、えー、パレスチナの件を取り上げてたのは、えーえー、産経新聞と、えー、産経新聞と、あれ産経,、まあ、いい産経新聞と、産経新聞と毎日新聞だけでした、えー、産経新聞読む価値がないので飛ばしたんかな、どっか置いてきてしまったな、産経新聞、前は、まあ、はい、えー、毎日新聞です、えー、一面のここ、えー、ガザ停戦案、履行要求、安保理決議。 10円国賛成ロシ,アが危険とロシアが拒否権を出すのは棄を,をしてガザの停戦案が国連安保理を通過しました、えー、アメリカがもな賛成しているというか、まあ、アメリカも提案側に回っている法案,法案というか決議案でした。 えー、4面にイスラエルにも圧力ということで、具体的交渉が進むかどうかが注目になってくるということです。えーまあ、これはね、えーまあ、ようやく国連の安保理決議が通ったということで、一つのメルクマールだとは思うんですけれども、ハマス側はこれを受け入れるということを表明しています。ネタタニアフは、えーまあ、政権ののの崩壊の危機に直面しながら、えー、同時のタイミングで えー、国連の安保理でこんな決議がされましたネタニヤフが今窮地に陥っているということです、えー、ただしネタニヤフは最後自分が窮地に陥ると、えー、頼るところは極右勢力が待ってますから極右勢力が何をするかが分かりませんまだ予断が許さない状況であります、はいえー、で毎日の1面に戻りますけれども自民改憲案今国会見送り ざまあ見ろとということですどういうことかというと、えー、4, 面に,詳しいがの4面,面に詳しい記事が載っています。えー、裏金直撃、遠のく岸田会見。それはそうでしょうね。自民原案、今国会見送り、えー。これは立憲民主党がナイスブームでした、えー。なんとかして条文案を今国会に作ろうとしていた自民党の会見派がですね、 えっと反対するんやったら、立憲と共産党を抜いて条文案作るぞって言ってたんです、でそんな条文案のけ、えー、動きをするんであれば、えー、参議院で、えー、憲法審査会だけではなくて、ありとあらゆる法案の審議を拒否するということを突きつけました、えー、そうすると、えー、自民党側の国体側がぐぬぬと引き下がったということで、えー、これは、あのめず。メ な言うたが、えー、これは、えー、立憲民主党の参議院の、えー、斉藤国対委員長の素晴らしい動きだったと思います。はい。読売新聞いきましょうか。読売新聞です。読売新聞の一面です。えー、ね今日はほらもう単に新聞を早く読んでるだけでしょ。よくないね。 読売新聞1名です大きなこれこの間から読売新聞がずっと追っかけている、えー、臓器移植の話です。えー、去年なんですけど新移植をです、ねえー、断念したケースが6件あったということでそのうちの、えー、こあのあ16件あった16件あってそのうちの6人は、えー、移植できる臓器があったのにもかかわらず、えー、6人は 去年のそのある臓器があるにもかかわらず臓器移植をする施設がないという状態で、えー、断念をせざるを得なくなって、えー、順番待ちのリストに載ったまま、えー、今年もまだ待機状態にいらっしゃる方が6名もいらっしゃるということなんですね。でこれ前もあの読売新聞が、えー、ちょうど2週間ぐらい前かな えー、一面で、えー、これをスクープ上げてました要はですね、えー、その臓器移植というのは、えー、まあ脳死の方から、えー、臓器をドナーの方はね脳死状態の人からこうドナーを。を 適をして移植すするわけですけでどもえっ、ー、とそれは脳死じゃなくてその完全なる死になるわけですから臓器移植のために臓器を摘出するということはそうするとずっと脳死状態にいらっしゃった方が目標で終わりですっていう日に家族に集まってもらわなあかんっていうことで今度はドナー側は土日がえ,えという話になるわけですねそうすると土日に提供されるドナー側 ドナーが多いから、えー、とその日に移植せなあかんから土日に集中するで土日に集中すると施設がパンパンでできない土曜日日曜日と同じ先生が2日続けて動くなんてその臓器移植みたいな大きな手術できないとかっていうそ,のそれぞれドナー移植を受ける人病院それから執刀する医師のそれぞれの自分たちの メリットを追求していくと合成の語尾でうまくいいいいかなないという極めて難しい問題なんです、ねえーでまあ心臓だけでこの16件断念でそのうち6人が今も待機リストに載ってるってことは、えー、腎臓移植や膵臓移植でも同じようなことがあるんではないかということでそれ,が調査をそれを調査するよう今検討に入ったということです、えー、とても大きな話だと思います読売新聞がえー 読売新聞がジャーナリストとジャーナリズムとしてすごくいい仕事をしたと、えー、思いますはいはいですね読売新聞ちゃんと仕事をしていますこの件はね本当にいい仕事をしてると思いますこれこそジャー組織ジャーナリズムだと思います 僕らみたいなの野良のジャーナリストにはできない話ですね、これこそが組織ジャーナリズムと思って、最大限の惨状を送りたいと思います。えー、昨日僕のメールマーが送ってます、えー、と菅野保つでも取材をすれば、あんな政局記事が書けます、でこのね、心臓移植の話は、えー、会社ジャーナリズムというか、組織ジャーナリズムの勝利みたいな、えー、話なんですが、まあ、政局記事です。 えー、昨日の僕のメルマガと読み合わせていただけるとすごく面白いマガになってます。 えー、首相、麻生氏と溝、会食を呼びかけ、修復がかかるということで、えー、麻生さん、へそ曲げてます、なんでへそ曲げてるかっていうと、まあ、維新の処遇ですね、なんであんなもん、維新なんか使うねんということがまず一つとで、それから麻生さんはかたくなにパーティー券の、えー、公開基準を10万円にしようとしたんですが、まあ、維新と握って5万円にしたんで、へそ曲げてるんですね、あれから1週間たったんだけれども、えー えー、平たい場所以外で麻生さんと会えてないんですね、えー、あごめんなさい平たい場所で麻,麻生さんと会えてないということでえら、ーえー、いことになっているということを言ってますはいでね、えーまあ、昨日の僕のメルマガとこの記事を合わせて読んでもらうとあなるほどそういうことかということかと思います、えー、東京新聞にちょっと読売新聞まだ終わってないんですけ東京新聞にちょっとだけいきます これが東京新聞のの今日の一面なんですねまあ大きな話です、例のあの国立の富士見通りのマンションが、えー、まあちょっとこのネタはとでも解説編でこするんですけど、えー、国立の富士見通りのマンションが完成間際にと取り壊しになったってことでそれはあやろうって写真に載せてるんです。 で地方自治法の支持権拡大の歯止めを求める指揮者がいるよとい話は一面型になってるんですね。思い起こせば2週間前ここに蓮舫さんの出馬が載ったんです一面型に。しかしですね今日予定されている小池さんの出馬要請はここなんです。 まあそんなもん、意外性がないから、一面トップにないってだけの話なんですが、この扱いなんですね、小池さん、多分今、苦慮してると思います、その苦慮が、思い、苦慮がうかがい知れるのが、読売の4面のこの記事です、公明党の石井幹事長が、小池さんからの推薦以内がなくても自主支援します。 言うててしもてるんですねこ,ここの記事ですけどね、ここの記事ですけど、これは小池さん困ると思うな、そんなことしてくれるなという話になると思います、はい、朝日新聞いっときましょう、えー、昨日の僕のメルマガを読んでいただければ、えー、これも分かりやすい話やと思うんですけれども、はい、4面の政局記事のところ、えー、高市早苗総裁選への道、苦境の高市氏。 後ろ盾の安倍氏を失い離れる保守系議員、私は求められないタイプということを言っています。ね、昨日の俺のメールマガ読んでたら、これがどういう意味かわかるでしょ。高市早苗は俺の昨日のメールマガの通りの苦境に入ってるということです。はいで、一つ、まああの永田町一アホというか、多分東京で酸素呼吸している人間。 のの集団の中で最も愚劣で下品で能力の低い維新という集団の動向を、えー、一つ踏まえておこうと思いますがえ自民党が今になって文通費の公開が今国会ではできないみたいなことを言ってて今になって維新が怒って見せていますお前らは悪いねお前らが岸田夫とちゃんと詰めへんかったんが悪いねお前らのせい お前らのせいでですす、はいえー、東京新聞ですえっ、ー、とまあ小池さんの話うんぬんかんぬんよりも今日とくしくも東京新聞だけが、えー、真面目に取り上げてたんで、えー、まあこれはあの東京を愛する人々というかあのなんて言うんですかね70年代の日本の輝かしさを覚えてる人たちであれば、えー、おおと思うかもわかりませんが えー、牧文彦さんが亡くなられました、えー、東京体育館の牧文彦さんがついに亡くなられ虚勢を打つという感じですね、えー、やはりこれぐらいの大きな取り扱いをされるべき訃報だと思います、非常に残念です、えー、ヒルサイドテラス、そうですね、えー、それとまあ、何よりも東京体育館かなと思いますが、えー、亡くなられました、でさらに大きな訃報が続きます。えー あのまあ、え僕の視聴者にも飲んでる方たくさんいらっしゃるかも分かりませんがコレステロールを下げるあの例のスタンジンを開発した遠藤明先生もお亡くなりになりました。ででですすすね本当ににさらに巨星オツです えーまあ、これはあの真面目に市民運動をやってきた人にしか響かない話かもわかりませんが原子力資料、えー、原子力資料情報室の、えー、万秀幸さんも72歳で、えー、亡くなられました、えー、大きな不法が続いた一日でありました、えー、我々が生きている時代というのは言うまでもなくこういう諸先輩方が築かれてきたに、えー、諸先輩方が築かれてきた道 に立っているわけであります、えー、この諸先輩方が70年代80年代に見せられた頑張りに比べて、えー、0年代10年代20年代の我々過去30年の日本の市民運動の頑張りというのはまあ,あの新大久保のカウンターおよび半、えー、原発運動以外の分野では古食生存たる騒然たるあの先輩方のやり方を踏襲しているだけの えー、踏襲してるだけだからこそ先輩方、えー、を愚弄するような内容しかないと思いますあのパレスチナの反対運動とか見ててももうそんなオールドスクールやめようやみたいなやつばっかりですよね。えー、まあネットを中心に、えー、道元坊主のマスターとかね、えー、含め。えー まあ渋い運動かっこいい運動も生まれてきて先輩方に見てくれよということを言える一部の人々もいますがまあ、そうではない人の方が大半を占めていててちょっと残念な気がします、えー、市民運動がない限り、えー、あらゆる分野での市民運動が元気であるということがその国の民主主義のバロメーターでありますまあ、ちょっと残念な状況ではあるんですけれども、えー まあ、嘆いてばかりは入れません、えー。来るべき東京都知事選挙で蓮舫さんを当選させ、リベラルとコミュニストの緩やかな連帯の人民生鮮政権を下支えするのも市民運動のはずです。えー、市民運動従事者の各意のアップデートと熱意の再注入を呼びかけまして、本日の15分動画といたします。ままた明日お会いしましょううさよなら